音ってのはそもそも何なのか知っていますか？音が聞こえるということはつまり空気が揺れているのを耳の鼓膜がキャッチするということ。そして人間の鼓膜は150本を超える音で破れる。またさらに奥深くにある三半規管に衝撃を与えることで全身のバランスを失う。俺の術まで披露したんだ。そううまくはいかねえよ。拳はかわしても音が君を攻撃したのさ。音だよ、音だよ、音だよ。才能ないよ君は。そういうやつはもっと努力しないとダメでしょ。